1> 第1両兵連隊は、ドイツ連邦陸軍の連隊の一つ。第1航空機動旅団霊下にあって、同旅団が実施するヘリボーン作戦における、専属の実動不評部隊として2006年に、新編された部隊。本連隊の兵士は、高下両兵ではなく、一般不評で実施される、ヘリコプター空中機動不評である。このため、 英語訳では、アメリカ合衆国陸軍の航空機兵や空中機動不評、または空中教習に相当する。連隊は2006年後半に、9代152総甲的弾兵大隊と、9代353両兵教育大隊を合併して編成され、2008年まで計画的に戦力が強化された。2008年3月に、連隊は初の国外任務に赴く。 コソボのコソボ治安維持部隊に作戦上の予備兵力の一部として連隊から約600人の兵士を展開させる。2009年には連隊全力は12ヶ月間にわたってアフガニスタンに配備される。派遣艦、連隊はイサフ北部方面軍の緊急展開部隊としてクンドゥーズ州北部域にて反政府系武装勢力と激戦を繰り広げる。連隊は ヘリボーンを主体とする軽負評部隊として創設されたが、地上移動については、装甲車が配備されるなど機械化されている。本連隊の存在により、第一航空機動旅団は、他の旅団から、負評部隊の提供を受けることなく、独自日常での近接戦闘を実行できるようになった。他のドイツ連邦陸軍の連隊と異なり、 大体結節を持たず、連帯から中隊に直結している。連帯は10個中隊で構成し、各中隊は、介入戦力、安定化戦力、支援戦力に指定される。第一両兵連隊を構成する中隊の大部分は、シュバルゼンボルンに中屯しているが、第四、第六及び、第九中隊については、ハンメルブルクに中屯している。平時の連帯兵力は、 約1370人の兵士からなる。ありがとうございます。